なんか今週というか週末ずっと雨ですね。雨がますます強くなってきましたね。こんなに強い雨とかもそうそう降らないんだけど。これ12インチの MacBook。 ちょっと久々にこのマシンをガッチリ使ってみたいと思います。しかしいきなりシステムアップデートからですよ。最近ほんとね、 Mac あんまり使ってなかったから、あの MacBook Pro の15インチのレビューするにしても、ちょっともうちょっとちゃんと使わないといけないなと思って、とりあえずそもそもシエラにすらしてなかったから、まずシエラにアップデートするところからです。おはようございます、ドリキンです。ようやくね、ちょっと雨が止んだんで、今日は特に予定ないんですけど、フィルズコーヒーでまったり、雨だからみんな車で来てそうで、すごい混んでる予感がする。さあどうだろう、座る場所ないんじゃないかな。席ない、座れない、席がないかもしれない、混みすぎてるから撤退。なんかまさかのカフェ難民になってるから、しょうがないんで、またいつものあそこに行く。あれやって、あ、ビビった、やってないかと思ったけど、またこれも座る場所とかなさそう。これ今日キッシュ頼んでますけど、すげえうまそう。MacOS シエラをインストールしながらのおしゃれカフェ、どやどや。あと30分かかるとか言って、カフェにいる間ただ待って終わるだけの予感がしてきました。改めて今12インチと15インチでキーボードをなんかじっくり触り心地比較してんだけど、確かに横並びにするとストローク感もこのすり鉢感もほとんど変わりないように見えるけど、あれかな、違いは剛性感なのかもしれない。こっちの方がやっぱりちょっとカッチリ感がある。こっちの方がしなってて、こっちの方がちょっとカッチリ感がある。その違いなのかな。これ今すごいこと気づいちゃった。これ今ツイートもしたんですけど、このトラックパッド、やっぱりね、全然操作感はすごい便利で使いやすいし、問題ないんだけど、このね、腕の負担が確実にありますね。この腱鞘炎持ちの僕だから実感できる、この結構ね、このなんだろう、この第一上腕部の負担がね、もう最近ずっとマウス使ってたから、感じなかった腕の重みが、もう数時間使ってたけど一気に硬くなってきちゃったから、これ絶対普通の人でも気づいてないけど負担は大きいと思う。やっと外の天気がすごい良くなってきた。いや、これでこそサンフランシスコということで、ようやく年がら年中雨が降らないサンフランシスコらしくなってまいりました。雨降ったおかげですげえ綺麗になった。さあちょっと晩の買い出しというか、食材の買い出しにまた来ます。トレーダージョーズ。ちょっといくつかなんかタッチバーあたりで質問とか YouTube で来てたので実験してみようと思うんですけど、まず1個はこのタッチバーが結構常時点灯しないで、時間が経つと消えちゃうんですよね。まあOLED の液晶を使ってるんで焼き付き防止だと思うんですけど、
このバーがね、時間が経つと、バックライト消えるんで、実際どのくらいで消えるかっていうのをちょっとテストしてみます。操作を止めてスタートストップウォッチ回すと、ここ見てるとこのバックライトが薄くなるのが見えると思うんですけど、だいたいどのくらいなの？意外とね、思ったよりバックライト点灯してるなと思って、僕は最初アップルのイベントで見たときはすぐバックライト消えちゃって、タッチバーの表示が消えちゃうのはちょっといかがなもんかなと思ってたんですけど、意外と実際に使ってみると全然使ってる間は表示が消えて困ることはなさそうですね。実際ちょっとでもこうキーボード触ったりトラックパッド触ればまた表示が復活するんで、もう本当に何も操作しないで放置してる時に表示が消えるっていう感じ。今ちょうどね、設定は特に見当たらない。もしかしたらその消すまでの時間とかも多分設定できるかもしれないんですけど、とりあえず今のところ何もいじらない標準状態ですけど、多分ね2段階で暗くなって、1回ちょっとバックライトが消えて、で最終的に完全に表示が消えるみたいな感じになると思うんですけど、1分半ぐらいで来るのかな。分かったかも。これもしかしてこのトラックパッドに iPhone が引っかかってるから常にトラックパッド触ってる状態になってるのかもしれない。ちょっとやり直します。じゃあもう一回こっから用意スタート。あ、来た。やっぱりそうだ。1分で今このバーが暗くなったのがやっぱりない。なんかキーボードが触ってたりトラックパッド触ってると、表示がつきっぱなしになるようになってるんですけど、iPhone を宙に受けて持ってたら、あ、で1分で消え、1分で暗くなって1分15秒で完全に表示が消えた。1分15秒でした、これ消えたのは。で、この状態で、まあ、仮にちょっとでもトラックパッド触るともうすぐ復活するんで、もう操作してる限りは特に問題がないはず。表示が消えて、操作中にこの表示が消えて、なんか、どのボタンを押せばいいか分かんなかったみたいなことはないはずです。あと、じゃあもう一つだけ、今日はタッチバー関連で質問があったんで、お答えしたいと思うんですけど、このタッチバーの部分が、ファンクションキーに固定したいっていう方が結構質問でもあって、ここはもうファンクションキー慣れてるんで、むしろ、常時ファンクションキーを表示したい。普通の場合だと、このファンクションボタンを押すと、ここがファンクションキーモードになって、離すと、アクションモードっていうんですか、いろんな機能が割り当てられるっていうモードになるんですけど、これを常にこのファンクションモードにしたい場合はどうしたらいいかっていうと、環境設定のシステムプレファレンスのキーボードのショートカットっていうところの中に見えるかな、ここにファンクションキーっていう、なぜかショートカットの中にファンクションキーっていう項目があって、ここにね、自分でこのアプリはもう常にファンクションキーを使いたいと、例えばサファリで、サファリ本来はこう立ち上げるとここにいろいろタブとか、まあサファリの場合はファンクションキーより多分この機能、アクションバーにいろんなもの割り当てた方が便利かもしれないですけど、出てく派手なメニューが常に対応されてるんですけど、これをね、あえて、サファリを、ファンクションキーを常時接続するというアプリに登録して、サファリに切り替えると、ドーンと。ここは常にファンクションキーになって、ファンクションボタンを押すと、このアクション、あ、でもこれファンクションキーも押しても、この輝度とかが変えられるモードになるだけで、タブとかが表示されるアプリケーション固有の機能はディセーブルされちゃうんですね。で、常にファンクションキーが出ると。だからファンクションキー使い慣れてるアプリは、個別にファンクションキーの中にアプリを登録しておけば問題ないです。
さあ本日の野菜ジュースもジンジャー、ザクロ、パプリカ、バナナ、ブロッコリー、ビーツ、レモン、ザクロ、あ、これマンゴーだった。ザクロ、トマト、レモン、人参、ミント、ケール、プルーン、何かの葉っぱ。いただきます。うまい。